しましたヒーローインタビューです。8回1失点見事7勝目を挙げました今永翔太投手です。皆さんチームが5連敗中ちょっと苦しむ中でのマウンドになりましたが、どんな思いを持って今日はマウンドに立ったんでしょう。はい、この5連敗の僕が登板した試合からの5連敗だったので、なんか申し訳なさを感じながら、しっかり走りながら気持ちを抑えてみて、ドラゴンズの先発、今シーズン3度目の対戦になります、今澤投手、非常にこう1点で重いゲームになるかと思ったんですが、その辺の意識というのはありましたか。そうですね、初回、4点入れて、取っていただいて、本当に勇気もらいましたし、その後の小平選手のホームランも、全部いっぱいですし、戸柱さんも僕の調子に合わせて、甘いところに変えたりとか、本当にうまく操ってくれたので、本当に野手の皆さんに感謝しました。今お話しがあったように、その初回の4点、打線がつながって、大きな援護になりましたね。そうですね、その後、小笠原選手の3回で試合をかけてちょっと嫌な流れではあったんですけど、そこの練習も我慢して攻撃できるので、そこは良かったと思います。今日は立ち上がりからまっすぐを中心にグリグリ押していたようにも見えましたけど、今日のピッチング振り返っていかがでしたか。そうですね、打線の組み替えもあったので、本当に徐々に終わったら丁寧に観察しながらまっすぐ行けるのか、変化球に行けるのか、キャッチャーに打たせるのか、本当にうまく僕をこう操縦しているし、今永さんにとってもオールスターでの後半戦、白星発進ということになって、これから大事な夏やっていきます。今後どんなピッチングをしていきたいでしょう。はい、やっぱり投げ投手のいい投手とか多いので、投げ負けないように最後にチームを勝つために今登板しているときにどういうピッチングをすればいいのか考えて登板していると思います。ベンチが出したホームランになってレッドスタンドも湧いていると思います。そのレッドスタンドのベイスターズファンに向けて最後に一言お願いします。はい、僕たちもファンの方々に連敗脱出が目標なので、しっかり作ってしまって、借金でも返して一つ一つ権威を持っています。皆さんご応援よろしくお願いします。ありがとうございました。Thank you.